はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ミュートリアというテーマをねご紹介していきたいというふうに思っております。このテーマ、ソロモードがねそろそろ追加されることが決定してるんですね、マスターデールに。でおそらくなんですけど、まあ新パックが1月の多分10日前後とかだと思うんですけど、まあそのぐらいに実装されるんじゃないかなと、ソロモードが。でね、もしかしたら夢魔境みたいな感じで、ソロモードが追加された時に新規モンスターが追加されるかもしれなくて、ちょっと、まあ、そうすると構築変わるんですけど、今のところはこんな感じっていうデッキだと思ってください。で、ミュートリア、兵隊ミュートリアっていう課金モンスターが増えるんですよね。そうすると結構このデッキパワーがあるんで、まあちょっと早く来てほしいなと思ってるんですけども、これどういうテーマかっていうと、被験隊があるんですよ。これをね、実験を進めていくと、なんかやばいモンスターと合体させたりして、なんか実験を進めることによって、上級モンスターに変わって、でその上級モンスターを融合魔法とか融合のトラップカードとかを使って融合モンスターに変異させていくっていう、まあそういうなんか進化させる系の、育成系のデッキとなっております。はい。で、課金モンスター2種類今言いまして、両方とも初動になってるんで一番強いんです。この課金モンスターを引けるかどうかっていう感じで、これサイキック族なんで一応緊急テレポートが入ってますんで、まあ緊急テレポートで特殊召喚してくることもできるし、緊急テレポートでサイキックリフレクターも入ってますんで、まあこの辺の、まあ、相性のいいカードがいくつかデッキの中に入ってるっていう感じですね。はい。で課金モンスターにアクセス、できると何が起きるかっていうと、こいつが召喚特殊召喚に成功した場合に、こっちだったらモンスターを持ってこれると、ミュートリアモンスターを、でこっちだったら、魔法トラップカードを持ってこれると。これ ST がスペルトラップで、M がモンスターになってますんで、まあ、分かりやすいですね。はい。で共通効果で自分をリリースしながら手札かフィールドのカードを除外すると、除外したなんかカードの種類によって効果が起動できて、除外したカードがモンスターであれば、ミュートラルビーストっていうモンスターを出せると。で魔法カードであればミュートラルミストを、特殊召喚ができる。で罠だったらミュートラルアームズを特殊召喚できると。これが共通効果になっています。で基本的にはですね、モンスターを除外してミュートラルビーストを出してくることが一番多くて、まあ、一応トラップカードを除外してアームズ出してくることもあるんですけど、ミストはちょっとあんま強くないかなと思ったので今回は入っていません。で上級モンスターが何かっていうと、このミュートリアルビーストとミュートリアルアームズなんですね。はい。でビーストは、ミュートリアルカードの効果でしか特殊ができないっていう制約があって、これはもうアームズも同じです。はい。でビーストは何するかっていうと、このカードは、相手のモンスターの効果の対象になりません。あ、ちなみに、アームズは、除外した、ちなみにあのカードの種類によって対象にならないのが変わってくるんで、これモンスター除外すると出てくるやつなんで、これモンスター効果が出しにならないし、アームズだったらトラップカードを除外すると出てくるんで、トラップカードの効果が出しにならないって感じですね。はい。で、ビーストは魔法カードを無効にできます。自分の手札フィールドからカードを1枚除外すると、相手が、魔法カードの効果を発動すると、その発動を無効にして除外できると。アームズは、ちなみに無効には知らないんですが、モンスターの効果を発動したときに自分の手札フィールドからカードを1枚除外すると、モンスターを除外できるという効果になっています。で、3番目の効果で一応、自分が破壊されると除外されているミュートリアトラップカードを回収できるっていう効果と、こっちだったら、モンスターを回収できるっていう、あ、魔法カードを回収できるっていう効果になっております。まあ、そこまで使うことないですけどね、あんまり。で、このミュートリアルアームズとビーストと下級モンスターで、融合していくことになるんですけども、この融合していくのがこのシンセスミュートリアスと、極極体ミュートリアスっていうモンスターですね。で融合していくには、基本的にはこの魔法カードのフュージョンミュートリアスっていうカードか、またはこのミュートリアスの産声っていうカードの効果を使って融合していきますと。で、魔法カードはですね、ちょっとね、使いにくさ若干あるんですよね。手札フィールドからミュートリア融合モンスターカードによって決められた融合祭モンスターを除外して、普通に手札融合みたいな感覚ですね。はい。で融合召喚ができますと。で一応条件付きで、デッキとか墓地のモンスターも使えるよっていう効果がありまして、このターンに相手がカードの効果発動していれば、例えばうららとかね、増字とか発動してもいいですし、なんかカード発動していれば、デッキ墓地のモンスターも、まあ、一応融合召喚できますと。まあ、全部デッキから融合ができないから、まあ、デッキ融合させてほしかったなっていう感覚ですね。はい。まあ、一応使えることがあるんで1枚入ってます。で、産声が一番使う融合トラップなんですけど、自分が相手のメインフェーズに発動できますと。で自分のフィールド墓地および除外されている自分のモンスターの中からミュートリア融合モンスターカードに決められた融合素材をデッキに戻して融合できると。これで相手ターンに融合していくっていう感じですね。で、融合素材は基本的にその課金モンスターが自分をリリースして上級出してくるっていう効果があるんで、まあ、これ使ってれば素材2個揃ってますんで、まあ、大体こっちは出せますと。
でこっちが融合素材が属性が異なるミュートレアモンスター ×2 になっていて、火系モンスターが水 で上級モンスターが地とか炎とかなってるんで、まあ、ここを、まあ、効果使ってれば簡単に出せると。で、1,2,3 効果ありまして、一応ね結構全部強いですね。1番目融合召喚に成功したらフィールドのカードを破壊できるということで、このトラップカード出していくと相手のターンに特殊召喚できますから、相手のカードを破壊できるっていう効果も発動できると。でさらに、2番目で、フリーチェーンの効果なんですけども、相手が効果を発動したときに、表側のこのカードはその発動した効果および同じ種類の相手の効果を受けないということで、これ結構強いです。これフリーチェーンなんで、相手が効果発動したらね。なので、まあ、例えば、まあ、強制脱出とかそういうカード効かないし、まあミラージェードとかでも除外されないしみたいな感じなんで、なんか結構ね使いやすい。で3番目が融合召喚したこのカードが破壊されると、除外されているミュートリアカードを手札に加えるという効果、おまけここを持っていると。で、一応ですね、まあ、あんま出せないんですけど、一応結局対ミュートリアスも入れてあります。これレベル8以上のミュートリアかける3っていうかなり重い条件で融合召喚しなきゃいけないんで、結構火系モンスターの効果ゴリゴリ使ってたりとか、そういうね動きをしていかないと、まあ、ちょっと出しにくいんですけども、これ何するかっていうと、制圧効果を持ってまして、カードの効果発動したら、その効果と同じ種類のミュートレアカードを自分の手札墓地および自分のフィールドの表側の中から1枚除外すると発動を無効にして除外できるよという効果と、融合召喚したこのカードが相手によって破壊されると、除外されている自分のミュートレアを1枚まで選んで、回収できるという効果を持ってます。まあミュートリアス結局体出すの結構大変なんで、まあ、これはなくて普通にそのシンセシスミュートリアスと一緒に使っていくのが一番いいかなと、使いやすいかなと思ってます。で、火球モンスターがですね、これ特殊召喚するときに上級モンスターを除外するんですよ。カードを除外してるっていう効果あって、だから除外するテーマと相性がいいんですね。だから今回はサンダードラゴンと組み合わさってます。これいろいろね組み合わせあって、例えばメタファイツとかなんかアイドンとも組み合わせられるんですけども、結局ですね、ミュートリア自体が除外された時にアドバンテージを稼ぐ効果がないんですよね。上級モンスターもそうだし、下級モンスターもそうだし、だから基本的にはコストにするカードはなんか強いカードじゃないと弱いんですよ。ちょっと日本語変だけど、強いカードじゃないとあんまりその強い動きができないっていう、だから除外するカードを強くすることが必要、ミュートリアを使うときは。だからサンダードラゴンが多分俺は一番強いと思ったから今回はこれ入ってるんですけども、まあ、他に除外したときにね、こう活動できるようなカードとは相性がいいとは思います。はい。で一応ね、サイキックリフレクターとかが入ってまして、緊急テレポートとサポート共有できたりとか、するんで、まあ、シンクロモンスターも出せますし、まあ、2体効果モンスター並ぶんでアナコンダから、フュージョンデスティにも打てますし、まあ、一応フュージョンミュートリアスも打てるみたいな、まあ、そんな感じの構築になってます。まあ、ソロモード切った時にね、多分ね兵隊来ると思うんだよね。まあ、そこでまたちょっと強くなると思うんで、またそれはそれで動画にするとして、今回はこの、現状の、ミュートリアデッキで、対戦していきましょう。言える？スタンバイ。いやー来たー、やったー、人体実験開始できる。これ試験体ミュートリア ST を召喚。ちなみにこの ST っていうのはスペルとトラップの略らしいですよ。はい、スペルとトラップ持ってくれるから、ミュートリア ST っていうらしいです。はい、バケモンの産声をサーチさせてもらうぜ。これでバケモンを呼び出すことができるぜ。これは人体実験をした結果バケモンが生まれるっていうねそういうトラップとなっている。そして ST の効果によってサンダードラゴンを除外することによりデッキからミュートリアビーストを特殊召喚。まず一旦ちょっと人体実験をしたことによってちょっと若干のバケモンが生まれた。そして、バケモン生まれてから雷獣竜の効果で雷電竜を特殊召喚し、そして141を発動。もうちょっと増殖する G ちょっと残念ながら切るしかないですね。はい。でサイキックリフレクターを特殊召喚、そしてサイキックリフレクターのモンスター効果を発動。デッキからバスターモードと名前が記載されているカードを手札に加えていく。そしてバスタービーストをぶん投げる。よし、いいぞ、全部取る。いいぞ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 。そしてサイキックリフレクターのモンスター効果を発動。これはちょっと若干モンスターもったいなさはありますね。雷電竜を巻き込まないと超雷竜が出ないので、まあ、しょうがないんで、これ一旦アナコンダかな。まあ、これとどれでもいいな。こっちかな。アナコンダ出してちなみにミュートリアの融合モンスターはですね、この産声ってやつで出しますって。ちょっと一
回落ち着いておいてもらって、で雷鳥竜サンダードラゴンのモンスター効果、雷鳥竜の効果によって、雷獣竜を特殊召喚、こうで超雷竜出せ、ほい、これでサーチ向こう、ウワンダリーズだったら死亡相手がね。でベルティアナコンダのモンスター効果を発動、ベルティアナコンダのモンスター効果によりフュージョンデスティニー予防値の送り、フュージョンデスティニーの効果コピー、現れろ人体実験の慣れの果て、こいつミュートリア、ミュートリアの人体実験のなんかその悪影響を、受けてしまった人間です突然変異をしてしまった人間ちょっと強引ですか、すいませんでした。さあかかってこい、割と盤面は強いぞ、魔法無効サーチ無効1枚破壊みたいな感じかな、で産声で1枚破壊できるから、あーそれは全然無理だね。ミュートリア、ミュートリアルビーストのモンスター効果を発動、ヒルドのカードまたは手札のカードを除外することにより相手が発動した魔法カードの効果を無効にして除外することができる、自身でいいな、産声あるからな。さあミュートリアルビーストの効果により相手の強欲で貪欲な壺を無効にしていく、パリ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 神、これで産声でね、あの除外ゾーンからデッキもう一枚あるかーいおいデッキなくなるぞ、デッキなくなるぞお前、これでダイエイザとか紹介されたら俺終わるんだけど、マジでちょガチめにやめて、エクレシア君はいいや、はいどうぞ、エクレシア君はいいです。まあ、ここでゼスフェにぶっぱするっていう説もありましたけど、ね、バックや、なるほどなるほど、大役、なるほど双剣でしたか、なるほどですね、まあ、一旦ちょっと許しまして中南をひたすらにぶっ壊していけばなんとかなるんじゃないでしょうか。こうですね、デストロイフェニックス外のモンスター効果を使って、まあ、これエクレシア変身したとしてもどっちにしてもだから破壊できるから出てきたぞ、何も関係なくて、デストロイフェニックスガイとエクレシアぶっ壊してからのデストロイフェニックスの効果を発動、さらにその処理後なにー誰くぬぬぬ、しょうがない、これはいいだろう、甘んじて受け入れるしかねえ。やつは滅菌された、滅菌されたわ、人体実験の慣れの果てモンスター滅菌されたわ、しょうがねえ。ミュートリアスの産声を発動、人体実験まだまだ続いている、所長被験体が反応を見せています、何 なんだこの反応は、うおー、新生シスミュートリアス爆弾、そして新生シスミュートリアスの効果を発動、特殊召喚に成功した場合相手のカードを1枚破壊できる、うおー、チューナーバカー強え、まあちなみにもう妨害はなくなりました、さすがにね、危ねえ、バトルフェーズ OK で、私のターン回ってくるやつですか、あ、今日聞きましたねこれ神、あとはあの伏せカードが何かって話なんですけども、まあ双剣暗転とか無限保養とかそっち系だと思うんですよね多分、あ ST 来た、なるほど、ダッシュガイ使っちゃっていいか、ダッシュガイ使っ、まああんま使わなくてもどっちも同じだけど、まあ ST46 か、これ46じゃないか、46を特殊召喚、さあ ST46 の効果により、46で魔法トラップカードを1枚手札に加えるという効果を持っている、被験体ミュートリア ST46 の効果、ちなみに M はモンスターで ST はスペルトラップらしい、どうやらミュートリアスの産声でいいか、これあれだよな、相手がカード発動してくれたらこの最強の魔法カード打てんだけど、まあ、一応一旦被験体の効果どうするか、被験体ミュートリア ST46 の効果、トラップカードを、除外することによりデッキからミュートリアモンスター相対を特殊召喚できる、現れろミュートリアルアームス、バスターモードが有効活用できるのはいいですね、これね。ちなみにこいつは今は何もしないで、一応盾で盾で盾と、ちなみにシンセシスミュートリアスは相手が発動した効果を受けなくするっていうのは後からフリーチェーンで打てるのと、ミュートリアルアームズは
なんだっけ、対象に取れないで、破壊耐性が超大量あるみたいな、まあ、双剣暗転実質効くのなんかビーストぐらいしかないです。暗転ですね、はい、わかりました。双剣暗転で対象は双剣地爆矢で対象取れるのは今ビーストと、あ、まあそれですね、はい。でそれはまあ意味ないと。新進出ミュートリアスの効果発動、トラップカードが発動した場合トラップカードの効果は起きないという効果をフリーチェーンで打てる最強強さあ、そのカードなんだ、どうした、おっといいのか、この2体通っちゃうと終わっちゃいますよ、行け、ミュートリアルアームズパンチドーンツー、さすがミュートリア、サンダードラゴンとは最強に相性がいいですね。このテーマは兵隊もしかしたらソロモードで来るかもね。なんかのミュートリアってさ、まあ増殖してるうちに取るかけだなこれ。ミュートリアってさあれなんですわ、あーイグニスターですね、はい、ゴーヒロミアットイグニスターじゃんこれ、ゴーヒロミアットイグニスター来た、もうあーチェイチェイあーチェイ、はい、増殖するうちにこれ打つタイミングどこだ、これリンク1いるもんな、あのテーマちょっとリンク1はなんかリンク1しないっていう季節もあるもんな、あーこれ来た、やった、ちょ通る、これ通してくれると嬉しいな、通んなかったら世界終わりでいいわ、もう、あー、オッケー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 、リゾルブ来た、ナイスリゾルブ、多分夢魔境のパターンと一緒でね、あーやべえゴミみたいなモンスター来た、いらないんだ、上級の上級は手札に、手札に上級は本当にいらない、あの多分ですね、夢魔境とかと同じような感じで、変異体もしかしたらソロモードで来るパターンあるかもしれないですね、はい、あの夢魔境はソロモードで来る、来たんですよ、新しいそのネイロイが初動最強モンスターが、だからもしかしたらミュートリアもジャンプフェスタでソロモード解禁されたんで、あのパターンでもしかしたら新規のねミュートリアの変異体来るかもしれない、新ソロモードの報酬でという読みをしている俺は。デコロとかヒートソウル、なるほどなるほど、ドロー、これは増殖する G が一応効いたというところだな。デコロとかヒートソウル効果、1枚ドローして、これでもう妨害は今のところ見えてるところではないと。ちょっと一旦被験体のミュートリア ST さん出していいですか、これ出していいですか、効果発動、被験体ミュートリア ST の効果により何らかのマジックトラップカードを1枚手札に加えることができる、フュージョンミュートリアスを手札に加えさせてもらうぜ、さらにミュートリア ST46 のモンスター効果を発動、これはですねマジでいらねえやつめっちゃ来てんな、これ上級モンスターマジで使い道ないから、これなんとかしてほしいわ、上級モンスターの使い道求む、まあ、変異体来たらデッキから除外できるから結構強いんだけどね。でミュートリアルビースト特殊召喚していく、フュージョンミュートリアスの効果を発動、このカードは相手がこのターン効果を発動していると一応デッキのモンスターと墓地のモンスターも融合資産にできるっていう効果を持っているぜ、まあ、そんな効果つけなくても普通にデッキ融合させてほしかったけどな、どっちかっていうと、うお、いけ、あらあら、これが人体実験の何の果てよ、新進出ミュートリアス融合召喚効果と、こいつに召喚ムービーあるのかっこいいですよね、なかなか新進出ミュートリアスの効果によって相手のフィールドのカードを1枚破壊していく、ここだドラー、そして人体実験の成りの果てフュージョンデステリーを発動、これがミュートリアス病原菌を体内に取り入れた、取り入れてしまった史上最強のミュートリアスモンスターデストロイミュートリアスガイバトルフェイズいきます、あいつ6000しかねえぞ、ライフポイントが甘いじゃねえか対戦ありがとうございました、うおー、バイオハザード完了、あーハンドはまあ悪くないですね、ハンド悪くないですけど、これ通るかどうかゲーではある、無限紅葉とエフェクトベイラーが一番辛いですね、無効、完璧無効されてじゃビースト出ないから、はい、まあウーララもきついけど普通に、でミュートリア ST、 まあ多分ね無限保養とエフェクトベラーで されても一応リリースして除外してたそうだから、多分ねサンダードラゴン除外までいけんだよ、
で、ビースト特殊。いや、OK。で、雷獣竜効果。で、雷獣竜効果で、雷電竜を特殊感。バスタービースト効果。バスビ効果から、ポリ効果。ポリ使って、あと1体なんか横に出れば、あの、アナコンダもできるんで、多分ね、これミュートリア変異体来たらもうちょい強くなると思う、多分。これかなりね、あの、デスフェに、超雷竜、まあ、ミュートリアルビーストみたいな盤面が多分ね、簡単にできると思うわ。まあ、変異体来ればね。まあ、しょうがねえ、そんなこと言っても。そんなこと言ってもしょうがないから、まあ、ちょっとただ超雷竜出して。はい。おはようございます。おはようございます。これどうしよっかな。雷獣持ってきといて、まあ、次のターンもう一発取り打てるようにしておきますか。で、エンド。ここはまあ、雷獣竜からリクルートしてくる雷電竜でサンダードラゴンフュージョンを持ってこれて、雷獣竜で次のターンの雷鳥竜を回収できるっていうのが一番理想の動きかな。はい、基本的には。で、一応ミュートリアの産声、ミュートリアスの産声で、融合モンスター出せますよみたいな感じです、今。アルテミットスレイ。それ使ってる人いたろ。それ使ってる人俺しかいないと思ってた。それ使ってる人おったよ、それ。いや強いぞ。いや強い。あ、産声これ打たなくてよかったか、これ。魔法向こうにしても強い、これ。でも意味ねえか、もうもはや。アルテミットスレイからの一応これ新進出ミュートリアスを出さざるを得なかったって言ったんだ。やばすぎる。やばい。これはかなり。で、これは発動しない。うわぁ、獅子王来た。アルテミットスレイ2連打はやばい。強いって強いってそれ。使ってるやつ俺以外にいないと思ってた、それ痛いやな、それ使ってるやつ。かぐや、あ、強い。この間ね、一回動画にしたんですよね、あの謎の魔法カード、サンダーやめろ、あ、発生ほぶねーほぶねー。いや、でもこれ結構きついな。どうすればいいんだろう。エンドフェイズ、なるほどな。いやー、これはかなり厳しいといった展開だな。アルテミットスレイ2連打強すぎ、ワロタ。ちょっと待って、これどうしたらいいんだろう。さあ、雷獣竜で、まあ、鳥持ってくるしかないですよね。鳥持ってくるんじゃないですか。鳥持ってくるんですよね。で、鳥効果使うじゃないですか。これさ、でもさ、出せるけど、かぐやここで使ってくれるわけないもんね。で、これさ、これもしかしてさ、俺超雷竜1枚しか入ってないから絶対確定でバウンされる。これさ、これ超雷竜もう雷神竜も一応出んだけどさ、これもしかしてさ、確定でバウンされます、俺。ちょっと出すしかないから出すわ。超雷竜サンダードラゴンを特殊召喚。そして雷電竜の効果を発動。これ雷電竜でサンダードラゴンフィールド持ってきたら、3300は立てられるんだ。3300立てて2体で殴りに行ったら絶対影は取ってしょれるのか。一応サンダードラゴンフュージョン発動。サンダードラゴンフュージョン効果により自分の墓地に存在するサンダードラゴンモンスター3体で引き戻し融合召喚、現れろ雷神竜サンダードラゴン。ちなみにこのモンスター両方とも1枚しか入ってないんで普通に赤毛でバウンされます。これもしかしたら影に回答ない可能性ある。ちょっと一回君どっか行ってくれる？はい。あ、はい。ああ。やばい。普通に次もう一回影で生きたらまた超雷に戻されてこの終わる世界が。やばい。
限界湯だ出た、限界って出てきた。あああかんあかん、ちょっと待ってください、超愛湯くんリミット1なんだよ君。うわつえ、かぐや、かぐや無理すぎて、草かぐや無理すぎなんだけど、アルティメットスレイ2連だからの、かぐや無理やって、あれ使ってるやついたんだな。